セドリック・カラッソは、フランス北竜図県アビニョン出身の元サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。弟で AS モナコに所属しているジョアン・カラッソもプロの GK。1998年、地元のアビニョンのユースチームに入団。1999年には、名門オリンピック・マルセイユに移籍。2000年には、 トップチームに昇格するが、出場はなく、2001から02シーズンに、クリスタルパレス FC へ、レンタル移籍し、ここで、トップチームデビューを果たす。マルセイユに復帰した2002から03シーズンには、リーグアンデビュー。しかし、膝を負傷してしまい、このシーズンは2試合のみの出場、03から04、シーズンは1試合も出場できずに終わる。 2004から05シーズンは、リーグドゥの EA ギャンガニエ、レンタル移籍し、レギュラーとして29試合に出場。この活躍が認められ、さらにファビアン・バルテズの離脱もあって、マルセイユに復帰した2005から06シーズンからは、出場機会が増える。2006から07シーズンはレギュラーに定着し、リーグ戦、カップ戦合わせて、自己最多の50試合に出場。 2007年夏には、ルアーブル AC からフランス代表のスティーブ・マンダンだが、加入するが、カラッソはチームを去ることはなく逆に契約を延長する。しかし、開幕間もない8月22日の試合で、左アキレス腱を断裂し、全治6ヶ月の診断を受ける。予定よりも早い翌年1月には復帰するも、 マンダンダにレギュラーを奪われてしまい2007から08、シーズンは4試合の出場にとどまった。2008年6月24日、出場機会を求めて移籍金250万ユーロで、トゥールーズ FC へ移籍。ここで、レギュラーとして復活し、チームのリーグアニオニと L 出場権獲得に貢献した。2009年6月30日に2008から09、 シーズンのフランス王者である FC ジロンダンボルドーへ移籍金800万ユーロで移籍した。移籍後は長年聖 GK だったユルリクラメを押しのけてレギュラーを獲得した。2016から17シーズンでボルドーとの契約を満了しフリーとなっていたが2017年9月8日ガラタサライに1年契約で加入した。 2009年2月11日のアルゼンチンとの親善試合でフランス代表に初招集された。2010FIFA フフワールドカップのメンバーにも招集された。ものの、フランスは1分け2敗と1勝もできずにグループリーグで敗退。さらに自身も負傷のため大会途中での帰国を余儀なくされた。その後もロリス、マンダンダの前に、 なかなか出場機会が訪れなかったが、2011年6月9日のポーランドとの親善試合で代表デビューを果たした。ありがとうございます。